それではここからはですね、この後ウェザーニュースライブアフタヌーンが始まります。担当キャスターと少しお話ししていきましょう。この後は小川千奈キャスターです。皆さんこんにちは。この後14時からウェザーニュースライブアフタヌーン、小川千奈が担当していきます。今日は各地厳しい冷え込みとなっていますので、気になる気温そしてお天気について見ていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。なんかこの並び久々じゃない？そうですよ ね、いつかありましたけど、連続でこういう日がいつだったかな、思い出せない、ね、でももう何ヶ月も前だったかと。そうだよね、はい、今年は多分初めてなんじゃないかな。そうですね、全ちゃんさ、最近ショックだったことってあります？ショックだったこと、私聞いて聞いて。何ですか何ですか？昨日ね、お米をね、吸水させようと思って、夜ですよ、4合、炊飯器に入れて、あとはお酢だけにしたの。そのまま寝て、お酢だけだったのにみたいな。そう、朝思い出して昨日のお米ってなって、ちょっと4合は無駄になってしまいました。大変ショックです。あ、ショックですね。それで思い出しましたけど、私今年になってから1合で、あ、じゃあ2合で炊こうとしたのに、いつも通り1合分のお水で炊いちゃったことがあって、それ どんなお米になっちゃうの？あ、もうすごいパサパサなんですけど調べたら抽出方法があって、やってみたら復活しました。どうするの？お水を何百 cc か追加で足して、もう一回炊飯をせば復活できるらしくて。なるほどね。美味しくいただきました、最後まで。吸水させすぎた場合はどうしたらいいんだろう。そうですよね。乾燥させるのもね、難しそうだしね。私だったらダメ元で押してみます。炊いちゃう。やっぱおかゆになるんじゃない。おかゆになっちゃうんじゃないかなと思って。確かに。そう、もうそのことを今日番組で話してから、すごいずっとコメントで4号とかお米とか来て食ですね。そう、忘れた頃にみんなからまたコメント4号そしたら朝何食べてきました？朝はね、私基本的にあんま食べないんですよ。あ、そうなんですね、なので家を出る前は食べてなくって、でおにぎりを途中で買っちゃうことが多くて、なので買った玄米おにぎりを今日は食べました。あ、ちゃんと玄米なんですね。玄米食べました美味しかったです。健康的。2月はあやちさんがカレンダーということで。そうですね、そうですよね、もう皆さんの中にもきっと昨日からあやちさんにこう変えていただいた方いらっしゃるかと思いますが。そう、せんちゃんの話していい？何ですか？怖い、何のフリーク何のフリークですか？せんちゃんにこないだ2月のところにサインしてほしいって言われて最初さ、私、あ、なんかせんちゃんのお友達とか、ご家族に向けてかなと思ったら、多分せんちゃん用だったよね。ありがたく今リビングに飾っておりますよ私同じキャスターから頼まれたのが初めてで、ちょっと面白かったそう、ちゃんとあやちさんのサインってあやちって書いた後にリボンがついてて可愛いんですよそういえばあやちさんが前くださったチョコレートあるじゃないですか、え、どんなのあげたっけ？いちごの感謝の手紙の日にいただいた、あの時についていたワンちゃんなの猫ちゃんなのって永遠の謎なんですけど、あれは犬です。犬なんですか？チワワです。 あやチワワさんですか？あやチワワです。あやチワワさんだったんですよ。耳が立ってるからってさ、みんな猫とか言ってさ、さやねさんにも呼ばれて、かわいいニャンニャンだねってじゃあキャスター室のあやちって書いてあるところの隣、あれは猫じゃなくてあやチワワですか？基本的に私はチワワしか書けなくて。チワワなんですね。チワワです、覚えておきます、あやチワワさんいや、せんちゃん絵が上手だもんね。いや、あ、そう、そう、これちょっと潰れちゃってる。よく出てきましたね、すごい11月。あ、もうそんな前、そっかそっか、勤労感謝の日の前後だったもんね。猫なのか、みんな最初猫さんかと思って猫さんつけちゃったんですよ、あやち猫さんそしたら結構コメントでつけてた犬ですよっていうコメントがあってやっぱり詳しい方がね、結構何名もいらっしゃったんです。そうなんですよ。いや、猫やんってコメント来てました。チワワですよ。よく見てください、もうれっきとしたチワワですよね。このヒゲの感じとか、ちょっと潰れてて全然わかんないですけどえ、もう一個せんちゃんに聞きたいことがある？
何でしょう。これさ、人だよね。人ですね。浮かんでるんですか。そう、なんか番組中に見てて、確かに今日予想最高気温が那覇で25度なんです、はい、でも水温今20度ぐらいなんですよ。あったかい。あったかいかな。冷たいんです。冷たいんですか。そうそうそう。そっか、せいちゃん暑がりだからね。そうだよね。そうか、冷たいんですね。そうか、冷たいか冷たい。冷たいの。で、これはどっちなんだろうで結構番組中悩んだんですけど、せい、うん、ちゃんだったら海入れるかな。あ、私曇りの日に入ります。あ、聞きましたよ、ドラキュラ、あのべちゃべちゃに塗って。あの、せいちゃんだってさ、もう時間があれですけど、ね、時間過ぎてる、過ぎてるけど、だってせいちゃん夏すごく塗ってたよね。今も塗ってますよ。すごっ、べちゃべちゃに、もうなんかべちゃべちゃにして、せいちゃんがお疲れ様でしたとか言うから偉いなって思って見てた。そう、美の秘訣ですね。いや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 、そうなんです。もう時間がやってきてしまいました、うん、お時間も過ぎてましたね、特に、はい、この後の天気変化としては、はい、アフタヌーン中もやっぱり北はまだ雪が降りやすくなりそうですね。そうですね、うん、今日は沖縄など季節外れの暖かさとなっているところありますが、その他のエリアは寒く、そしてお天気もすっきりしません。北日本を中心にこの後も雪が強まりやすくなりますので、一緒に見ていきましょう。はい、では14時からよろしくお願いします。お願いします。今日はあのせんちゃんが久々のウェザーニュースライブアフタヌーンということで、あのコーナーもあるよね。あります。ね。あ、ちょっと。え？あのクイズコーナーがありますので、正解できるかどうなのか皆さんも見届けてください。北ではまだまだ雪が降りやすいです。あとは週間天気もやはりポイントになりそうですので、引き続きご確認ください。では皆様、この後も良い金曜日の午後をお過ごしください。